美しさというものは愛と深いつながりがあると私は思う。そして私はこの人生を美しさの追求に捧げることに決めた。音楽を聴いたり本を読んだり、そして美味しい食べ物。私にとって家が唯一心が楽になる場所。各部屋から毎日違うストーリーが伝わってくる。あの映画、恋人までの距離、あの映画みたいに街を歩くのもいいな。それが私のお気に入り。建築、庭園、道とか、やらなきゃいけないことはたくさんある。だけど自分の周りには美しいものがたくさんある。